はい、まずね、この怪盗祭のイベント。これね、今、玉境台付近で缶を探すっていうのが出てるんですが、なんか正常通りだと、さっきはこの辺に目標地点のマークがついてて、この辺にカウがいるはずなんです。わかりますか？でもですね、マップを見てください。そもそもここに印がないんですね。で、ここです。ここにイベントの目標地点があるわけです。行ってみましょう。イエーイ、映ってるぜ。ああ、もう本当に落ち込む。こんなところに、カウがいるんですか？玉境台、付近、って書いてるけど、カウがこんなとこにいるんですか？行ってみましょう。お分かりですか？地中です。この場所には来ました。でも、地中です。どうやって行くんですか、ここ。下から行くんですか？いいえ。下は海岸です。無理です。洞窟なんてありませんし、まずここは玉境台付近ではございません。で、もう一つのね、言ってた、マルチができない理由として、ここの、これ、スメールの多分イベント熱者の夢。なんか、ブンブンっていうやつと共に、なんか遺跡霊廟を探索して、なんとか脱出はできたものの、一回 R 村に帰るということで、ここにね、合わせていきましょう。目標を追跡をしまして、これはね、正常通りね、R 村に、目標はね、多分ついてるんですよ、これ。見てください。ここについてますよね。で、この近く行ってみましょう。まあ、R 村で飛んでもいいんですけど、まあ、ちょっと、見せるためにね。来ましたよ。R 村。で、ここね、ここ、目標地点ここになってますね。行きます。で、正常に動いてた時は、ここ。ここにね、仲間たちがここに集まって、なんか会合みたいなのを開いてます。で、そこに近づくと、イベントが始まるっていうあれだったんですけど、始まった瞬間、まあ強制終了され、で、今のこの状況ですよ。ここに近づいたとて何もないです。2メートル、1メートル、2メートル、0メートル、1メートル、何もイベントが始まらないわけです。他のはどうなんでしょうか？で、多分ね、できるやつもあるのよ。できるやつもあるんだけど、できないんです。ほぼほぼできないんです。あ、この人はできましたね、今。こういうできるのもあるんです。だから、ムカつく、本当に。どうしたらいいんですか？教えてください。返事待ってます。